事、新入生の皆様、ご父母の皆様、ご入学おめでとうございます。向陽会会長の梅原でございます。向陽会は東京理科大学に通う学生の保護者と大学教職員からなる父母会組織です。平成16年に発足し、今年で設立14年目を迎えます。向陽という名称の由来は本学の校歌にございます。その一節の向陽の行く手輝くから会員と大学とのつながりが広がっていくようにという思いを込めて命名されました。事実、学部生のご父母のみが会員だった時代を踏まえ、大学院生のご父母にも任意でご加入いただけるようになり、向陽会の裾野が広がっています。新入生のご父母の皆様におかれましても、ぜひご一緒に活動にご参加いただきますようお願い申し上げます。向陽会には都道府県別に全国46の支部があり、毎年6月から7月にかけてすべての支部で支部総会と父母懇談会が開催されます。特に父母懇談会は先生方と直接面談し、ご子女の学園生活に関する細かい情報が得られる数少ない貴重な機会です。たくさんの方がご出席くださることを願っております。また各支部においても独自の行事を行っております。ホームページやお手紙でのご案内をご覧いただき、ご参加、ご協力をよろしくお願いいたします。向陽会の行事を通じて、東京理科大学をより身近に感じていただければ幸いです。新入生の皆さん、東京理科大学には創立以来、実力主義という伝統があります。その進級制度を乗り越え学ぶ皆さんにとって、向陽会は一番の応援団として活動してまいります。大学と手を携え、卒業生からなる理想会とも連携し、父母同士が親睦を深め合うことが、学生の皆さんが充実した学園生活を送り、明るい未来を切り開くことにつながっていきます。そして東京理科大学がより素晴らしい大学として世界へ飛躍していくことを願ってやみません。最後に、応援団代表として、学生の皆さんにとって東京理科大学の学園生活が実り大きいものとなり、これからの人生の礎となりますよう祈念いたしまして、祝辞とさせていただきます。平成29年4月9日、向陽会会長梅原玉城。